ウィリアムズ FW15C は、ウィリアムズが1993年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、パトリック・ヘッドとエイドリアン・ニューウェイのコンビで設計した。ウィリアムズは1991年シーズンの FW14 をベースにアクティブサスペンションを搭載した FW14 バイトを開発。 1992年シーズン開幕3戦をこれで戦いヨーロッパラウンドが開幕する第4戦スペイン GP からアクティブサス専用に設計されたウィリアムズ FW15 を投入する予定だったが他チームに対して大きなアドバンテージがあったため FW15 の投入は1993年に先延ばしされたレギュレーション改定でトレッドや リアタイヤのサイズが縮小され、エンジン搭載方法を変更したことから、FW15C と改名された。車体のデザインは、FW14 バイトの基本コンセプトに沿いながら、パワーステアリング、パワーアシストブレーキ、アンチロックブレーキシステムなどのハイテク装備を追加した。アクティブサスペンションはシステムが整理され、FW14 バイトでは、 フロントサスペンションの接合部に張り出していたバルジがなくなった。機能も改良され、距離センサーからサーキットのどこを走っているかを検知し、ピッチやライドハイトをすべてコントロールしていた。ホイールロックが発生すると、距離センサーが正確な値を計測できなくなるため、ABS を搭載し、1993年シーズン用にモディファイを施した。チームは、 無断変速トランスミッションやローンチコントロールの開発も行っていた。CVT を採用すれば、エンジンはほぼ一定の回転数で使用できるので、ルノーは、吸気管、排気管の長さや、バルブタイミングなどを最適化して開発することが予想できた。デザイナーのエイドリアンニューエイによれば、テスト走行で効いたエンジン音は、ひたすら退屈で、もし実用化されれば、 F1 の観客には不評だったに違いないと述べている。結局、1994年シーズンに施行されたレギュレーション改定により、ハイテク装置の多くが使用禁止となった。1993年イギリス GP で FW15C をドライブするプロストドライバーは1年休養していたランプロストと、前シーズンブラバムから F1 デビューを果たし、 ウィリアムズのテストドライバーを担当していたデーモンヒルを起用した。ボディとリアウィングには1993年のサブスポンサーとして関わったセガのロゴとセガ自社のマスコットキャラクターソニック・ザ・ヘッジホッグが描かれていた。プロストは開幕戦から7戦連続を含む13回ポールポジション獲得決勝レースではクラッチの扱いに苦慮して何度か エンジンストールを演じて、順位を大幅に落とす場面が見られたものの、シーズン7勝を挙げて4度目のドライバーズタイトルを獲得した。ヒルも、第11戦での初優勝から3連勝し、2年連続コンストラクターズタイトルを獲得した。なおこの年をもって1985年以来8年間に、わたって、メインスポンサーを務めていたキャノン、および、 キャメルとの契約を終了し、赤、白、黄色、青のキャノンカラーも見納めとなった。翌1994年シーズンのハイテク禁止を受け、オフシーズンテスト用に翌年よりメインスポンサーとなるロスマンズカラーに塗り替え、アクティブサスペンション、トラクションコントロール、ABS などのハイテク装備をすべて外し、エンジンもルノー RS6 に乗せ替えた。 FW15D が登場した。FW15D Wikimedia Commons には、Williams FW15C に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。